ファジ投げ、ファジ投げ、あ、瀬戸ならファジ越えでも大丈夫です。ハイド君はファジ越えすると逆にカウンターする。ハチフレ越えとかいう、あのわっけわかんねえ性能の。我7じゃないですか。我2は7だよね。いや2は7でしょ、確か2は7のはず。え、2A7 でしょ、あれ6ビートで勝ち合って勝てるから7のはずで、6には勝てないから確か。アイコンはね、なんか犬とかたくさん追加されて、犬猫なんかいろいろ出た。さあ、あっさりと今度はリオンさんが取り返して、しかし5先といってもあと1回負けたら終わってしまうんですが、リニちゃん今だいぶフリフリなのに 2B コスなんですね。ここは確定。投げが通る。さあ、時間切れのファンタジームーブにリオンさんが混乱している。あれ瀬戸くん 3C 出したら勝ちそうな方が怖い。今の裏回りにすらバシッて投げてくれそうで怖い。いやー、瀬戸くんもいいキャラだけど、リンネちゃんも結構いい別ゲしてるよ。まあ瀬戸はね、今作、まあ、エーペレが、まあ、前から落ちなかったんですけど、判定が強くなってバックステとかも枯れるし、急降下派生でそもそもバックステを刈り取れるっていうんで。あ、これ死んだ。アンダーナイトインバスエクセレートエストが始まってしまった。これがエストだ。後ろで島崎先生が苦笑い。わ、今のはね、萎えるね。まあ、火力だけで言うならハイドも文句、ハイドも広いんだけど、あれの出しやすさが全然違う。どっからでもいけんだよ、リンネ。さあ、2B の持続で相打ち。エーペの読みですね、今は。まあ、急降下してても当たったかな。もう迷わずゴミこすってる。もう最近時間差ずっとリバサこすってる。さあ、勝負を決める。これでなんとかしたいけど、こうね、リンネが2段ジャンプできる上に足も速いし急降下もできるとかいう性能なんで、セグ使ってもあんまりターンが取れないのがね。さあ、ダッシュし、あ、護衛がかくっていたが、ここは四隅。さあ、しっかり取り返して、いや、まだだよ、時間差。五先だからまだだよ。五先だからまだだよ。え、24さんが勝つには3連勝しなくてはいけない。いや、でも師匠ならなんとかしてくれると僕は信じます。リオン師匠なら。厄介なのが現れる。無駄な抵抗は要せ。ファーストフローズリバイド引く。あー、クーが最強技。もうね、あそこからコンボいって3000なのずるいと思わない。さあ、サルトでシールドグラップを割っていく。これはゲージ使うのかな。使った。さあ、時間さん5万円でちょっとにっこりした。ちょっとにっこりした。リンネちゃんはまあ総合的な火力は多分最強クラスある。
ハイドとかカーマインは地方じゃあんま出ないんでね。セトリンネあたりが総合的には一番じゃないですかね、ガレグ。大間投げ、これに無敵がついてるのもいい加減なんとかしてほしいが。さあうまく通した。確定。今のはガーキャンすればよかったですね、時間さんは。ラッシュシー B 昇竜まで入れ込んだ。VO グラップ裏回る。さあ 2C に対してアーサルト、さっさとゲシャク5200。もう後がないので VO グラップやるしかないですね。さあ勝負をかけたいが、ありがとう発生保証、つながる。ボンバリ中なんで消失の距離が長くなります。さあまだリンネのワンコンボじゃ死なないんで、カウンターミスった。あさあ反応できなかった。4-3追いついてきた。時間さんそこは勝利権したかった。何者だ、命を捨てる覚悟。まあね。3-4。まあ今の CS 今後ミスるかなと思って。しなくても勝ってたからね別に。瀬戸のあのジャンロクシーの手前で CS するとむずいっすね、あれね。タイミングが変わっちゃうんで。さあビヨンさんからこすってんじゃねえ、早えんだよというヤジが飛んで、おっ繋がる、うっそ。さあリネちゃんなんかいろいろ愛されてる。まあ、瀬戸くんも愛されてるんですけど、いやこれまだ足りないんじゃない、足りないでしょ。いや足りるか、瀬戸なら足りる。瀬戸なら足りた。まあ、一応ねまだ全キャラ一番体力低いっていう設定なので。さあローキシーが出ないが、ワンコンボ、駒投げが出なかったのかな今の。あこれはシールド張ろうとしてなんか裏になってアサルトっぽくなった感じですかね。さあセグの回数を間違えた。さあもう一回、いや無敵ない方が悪い。リンネは力道山に憑依すべきだった。ニコりたいんだけどこのコメント。永久保存しちゃいこのコメント。さあ急降下せ、なんか暴れている。もうなんかリターン重視でね、CS 確認よりもこするみたいなとこあるんですけど。アーサルト投げはグラップ、お見合いから先に見え出したのはリオンさん、取り返せるか。姫だから攻めて吉田さん。これは確定。てかまあ今のはどうだろうな、 EX ペンで暗転返し間に合うかな。
ダッシュシーン漏れた。あ、これはこれは長い。あ、ミスター釣っている。さあ、五崎制したのは時間さん、お疲れ様でした。じゃあ今度からリンネのこと吉田沙織って呼ぼう。岩さんはあんま入れないから。いや、甘えないから、あんまりあんまり速攻グラップ入れて甘えないから硬いよ。